しげしげチャンネル。こんにちは、ふみです。本日はですね、こちらの3択ウィンターチャレンジ2をやっていこうと思います。前回はですね、前回の1はプラスモンポ魔法石でした。で今回が、報酬ですね。報酬がスキル遅延タマドラが15個か魔法石1個か10万モンポですね。前回のプラス1500のところが遅延耐性になってるのかな、なんですけども、皆さんどれにしましたか？なんで片言なんですか？前回はね、その一番上にさっきも言ったようにプラスの1500があって、でそれがちょっとね渋いっていう話を動画でしたと思うんですけども、今回に関しては割と、潜在タムドラのスキルチェーンを選ぶ人が多いんじゃないかなって思います。まあだってさ、やっぱりスキルチェーンってさ、いくらあっても足りないじゃないですか。メダルとかで交換できましたけど、最近もそれで本当にもう使い切れないぐらい集めたっていう人以外は、スキルチェーンもらったりた方がそりゃいいよなっていう感じがしますね。今回に関しては割と一択かな。ということで私も、スキルチェーンが今ね15体ぐらいしかいないので、一番上の壊滅級をやっていきたいと思います。挑戦するパーティーがこちら、ナデコアルテミス、正月アルテミスにしました。まあ、なでこなでこでもいいんですけど、正月アルテミスは固定位置があるので、まあ、根性とか出てきた時にね、交換通と根性が出てくると、同時のね、敵が出てくると結構難しいので、盤面整えるのが。なので、アルテミスにしました。軽くですけど、パーティーを紹介すると、正月アルテミスにフェゴランの武器をつけております。で、超伝説スタノミコトに、空間の武器です。で、イノスケに、出てこない。甘小泉ね。甘小泉で。で、こないだ引いた、不死身コラボのコンスタンスマギーに、待ち金の武器で、お邪魔を一応ね、60% ですけど、つけております。で、なでこに、ファガンの武器、フレンドさんのなでこがデクの武器です。前回この1個下の超絶地獄級みたいなのやったんですけど、そんな難しくなかったけど、壊滅級はどんな感じでしょう。難しくないといいな。マギー溜まっちゃってるんで、使っちゃおう。先に使って、で、なでこう。もういっちゃうか。指短いけど。あれ？長いわ。長くしてくれたの？ありがとう。じゃあもう突破しちゃうよ。さあ、一発目。一発目からアルテミスがカンストしていきます。ありがとうございます。さあ、もう2回。あ、水吸収はね、大丈夫です。はい。大丈夫です。で2体目なでこ変身して、ロックかけられたけど、まあ、いっか。消しとけばいっか。こんな感じで、水は問題なく、ここかな？はい。へいへい、オッケー。ちょっと木が足りないかな。一旦7コンボして、はい、でしょうか。あー、お邪魔弾いてる。天才。60% を弾いている。で、あー、それはね、弾かないのよ。いや、来ないと思ったんだけどなー、来るかー。そうか、そうか。来るんだね。まあまあまあ、5ターン。このままボスいきそうだな。56番面での、操作負荷って意外と邪魔なんよな。でも上
上より横より縦の方が楽だよね。まだまだね、まあ、根性もね、まあ、これなでこなでで口が回らないですけど、なでこなでこで来てたら若干めんどくさいね。そんな変わんないか。そんな変わんないです。はい、5回。あー、根性、根性、あー昨日みたいな言い方すな、うん、火を貯めます。ロックだ、ロックンロール。あー、まあいいや、オッケー。でも本当に操作服が見事に邪魔だな見事に操作負荷が邪魔です。なんかいつもさ、今開始見てた思ったんだけど、あ、覚醒無効、じゃあこれに行って、今開始見てて思ったんだけどさ、なんか私いつも同じ服着てる人だよね、完全に。これは同じ服を着てるんじゃなくて、同じ服をいっぱい持ってるんです部屋着基本同じ服が多いんですよ。でもこれはそうでもないけど、あの黒のパーカーとか最近着てるじゃないですか。それをね、イノスケ打つロックガイズして、なんでこうみのすけ、キー足りてなくね、キー足りてないね、バカだね、これはバカだな、やらかした。キー振ってこい、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 キー振ってこなかったら吸収ため直さなきゃいけないから、ありがとう天才って何の話だっけ。あ、そう、前ね着てたあの黒いパーカーあるじゃないですか。黒いパーカーはあの前の仕事の時の服で、そう、色指定があったんですよ、接客業だったから。でその時に着てたやつを着てるんですよ。でそれがね、3着ぐらいあるから、いつも同じ服を着てる風に見られてしまうのですが、そういうことではありません。まあどうでもいいと思うんですけど、一応言っときます。ちょっと吸収が引っかかるので、吸収引っかからないタイミングでいきたいな。闇は引っかかるのよね。闇消えてくれたらいいんだけどさ、闇だけ消すか。え、すごい、キー闇しかしてこない。あー、すごい、いっぱいキー作ってくれた。でも闇があるんよ。いっぱい消しちゃおう。あれ、この人闇しか吸収せん。あれ、この人や、一生闇？超闇かもしれんな。ちょっといいや、闇を消さないように交換通することにしよう。なので火を貯めたい。1,2、あ、変換やめてよ。来ました、このタイミングです。いやー、よかった。いつまで闇吸収してんねん。繋がっちゃいそうだね、これ。はい。これで OK。はーい。すごい時間かかっちゃった。さあ、ボス。運魔。あ、無効感また。いいでしょう。水消せないけど、関係ないけど、木を集めます。
火と火は取っとこう。あー消えた。あー消えた。あー消えた。でもこれでロック解除して何個使えば足りるのでは？333足りる。オッケー、これでいきまーす。はい。これいったんじゃないの？そんなに。せや。キー2コンボ必要だった。すっかり忘れてたよ。無効貫通のことしか頭になかった今。キーがもっといるやん。やだ、変な時間かかってるって。これ来た。これ、あ、すごいなんか強くなったよ。消せないだけど変換してくれるので大丈夫でしょ。オッケー、これでいこっか。いやー焦ったー。全然通らないからダメージが。全然ダメージ通らないからびっくりしちゃった。これでいったでしょう。はい。はい、ほぼカンスト。ありがとうございました。ということで、クリア報酬、潜在タモドラ、スキル遅延 ×15 いただきました。ありがとうございます。ちょっと最後の方、ぐだりましたけども、無事、正月アルティミスナデコでクリアいたしました。皆さんも、このダンジョンは美味しいので、ぜひ忘れずに挑戦してみてください。ということで、本日は以上です。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。それでは、さよならー。